教えて。いや、ないでしょ。忙しくて勉強どころじゃなかったし、点数悪いの俺のせいじゃねえよな。素で返すなよ。つか、そんなことより三島さ、ネットのことで話があるだろ。ああ、ぶっちゃけ聞くけど、お前メジエドの正体とか知らねえ。いきなりすごいとこついてくるね。まあ、メジエドと怪盗団のニュース盛り上がってるからね。昔は義賊だったらしいけど、今は私欲にまみれたテロ集団ってことくらいかな。そうか。メジエドの実態を知ってるやつなんてどこを探してもいないと思うよ。でもこの夏は盛り上がりそうだな。怪盗団の世界デビュー戦だろ。お前な。俺は怪盗団を応援するけどね。掲示板でも煽るつもりだし、話終わりでいいかな。それじゃ。収穫なしか。他のやつどうなんだろう。全滅か。メジエドか。我が輩たちだけで手に負える相手じゃなさそうだな。来週から夏休みだけど、みんなに一つ残念なお知らせ。25日の月曜に緊急集会やるから、みんな学校に来るように。静かに。精神暴走事件とか犯罪に巻き込まれたりとか、とにかく今年は変な事件が多いから、生徒に注意を促すよう校長先生から指示が出ているの。急に注意事項をまとめろって言われて迷惑してるのはこっちなんだからね。厳しい、だって。メジエドの手がかり、な。Thank you.
か。手がかりはまるでなしか。おいしい。ちょっと。ありがとう。
問題が山積みだな、囚人。この状況下でも安眠を獲得するとは、よほどの大物か、バカなのか。姿なき姿の者か、大変な輩に目をつけられたものだな。正義の水かけらの楽しませてもらっている。だがそれも間もなく終焉を迎えるだろう。思わぬ戦力の出現によってね。難敵の討伐もまた攻勢の一環である。どうか乗り越えてくれたまえ。お前は力を磨き立派な賊になるのだから。